こんにちは、ウィライクストーンズの古川です。今日は2本のワイヤーをねじって推奨ポイントを止めていきたいと思います。今日作るのはこちらになります。4箇所ねじって推奨のポイントを、がっちり止める、ワイヤーラッピングの方法になります。使う推奨はだいたい3センチで、太さが7ミリ前後ですね。でワイヤーは、ホームセンターで売ってる銅線のだいたい5、6ミリ、0.5ミリ、0.6ミリぐらいの太さの銅線、だいたい20センチぐらいですね、切り出してます。2本それでは作っていきたいと思います。まず、2本のだいたい真ん中あたりで、クロスして、で片方やっとこで挟んでねじっていきます。だいたい3回ぐらいですね、ねじって。この状態です。そしたら水晶のここに当てて今ここですね、スタートはここだから、だいたい真ん中よりちょっと上ぐらいがバランスいいと思います。2本を水晶の形に合わせて曲げていきます。でこっち側はの重なり方は最初ねじった方の重なり方と同じ重ね方なので、こっち下ですね、でこっちが上、クロスさせて、でこっちも3回ほどねじります。こんな感じですね。ちょっと甘い場合はねじった箇所をやっとこで挟んで少しねじったところ、ここ掴んじゃうとダメな、ねじったとこですね、軽く掴んで少し反対だ、少しねじり直します。しっかり止まるので、
したら大体この長さの半分、ここに対しての半分の位置ですねぐらいまでねじりたいので、一回起こして、よいしょ、長さを確認します。ねじりの長さですね、だいたい半分ぐらいのところまでねじれているので、この回数でよいしょ、ねじりは OK です。ここの部分作りました。こちらの完成品はややここが長いのでちょっと多めにねじってあります。ここの長さの半分ですね。さあ今度ここの部分を作っていきます。ここから見るとねじりの上に来てる方ですね。この2つを最初にねじりたいと思います。でここのねじりが水晶のこのエッジにちゃんと、垂直というか反ってるかどうかですね。こう倒れてるのは綺麗に仕上がらないので、このエッジに対してまっすぐに直してあげてください。ここもひとまず2回ほどねじります。この反対側ですね。でさっきはこっちが下、こっちが上でクロスしたので、こっちは、こっちもそうですね、同じでこの感じでクロスさせてねじります。2回ですね。そしたらまたやっとここでねじった部分を挟んで、ねじることによってこっちに、水晶の方に寄っていくので割とがっちり止まります。である程度寄せたら反対側もねじった箇所を優しく掴んで少しずつですねねじって寄せます。強くねじり、片方を強くねじりすぎるとここがどっちかに寄っちゃうので、徐々に、締めてあげると出来上がりが綺麗になります。さら、もう2回ぐらいですかね、2周ぐらいねじります。これも、起こしてねじりの長さを確認します。この、ちょうどここまで今バッチリ回数があったので、この頂点ですね、
この上の長さまでねじります。こっちはもう一回ねじっても良さそうですね。一回また寝かせてねじります。そうですね、そしたらこの上の頂点ぐらいまでたので、また、このねじりを垂直に修正します。こんな感じですね。さら今度は、ねじりの下側に来てるワイヤー、下側に来てるワイヤーですねと同士を、下に来てるワイヤー同士を、この一番上でねじります。ここの部分を作っていきます。ねじりの下同士を上でまとめます。ねじってまとめます。よいしょ。大体2回ぐらいねじって、ここが隙間が空いてない方がしっかり止まるので、またねじったところを軽くやっとこで挟んで、よいしょ、ちょっとずつねじって寄せていきます。うん、隙間なくねじれたかな。もうちょっと長さが欲しいので、この上の部分ですね、もう一周だけねじります。もうかな、だいたい計 3ねじりぐらいですね、上の部分は。たら、まとめてない方の2本をこのねじった部分に巻きつけていきます。よいしょ。交互にだいたい4分の1周ずつ、4分の1ずつ交互に、よいしょ、巻いていきます。で、巻き終わったら上まで巻き付け終わったら、切っちゃいます。切って、潰します。そしたらここのループを作ります。
正面ここにしたいので、正面に対して横にワイヤーを移動して作っていきます。よいしょ。丸やっとこで、よいしょ。で、これも、軸に交互に4分の1周ずつですね。おっと。巻いていきます。軸の根元まで来たら、まあシンプルに仕上げたい場合はここで切っちゃって潰すのが一番シンプルですけど、今回はせっかくなんで、この余ったのでこの渦を作って終わりたいと思います。だいたい1センチぐらいですね。1センチぐらいで切ります。で、細い、やっとこの細い方で U の一番先端をなるべくちっちゃく U の字を作って、で、ここ先端少し、ほんと少しだけ切って、よいしょ、うつぶします。で、挟んで、よいしょ、転がす感じで、よいしょ、渦を作ります。で、軸の方まで、転がしたら、よいしょ、潰します。反対側も先端で U の字に折って少し切って、して、で、挟んで、で、やっとここで転がすイメージですね。転がしていく感じで、根元まで来たら
軸に対して潰す感じですね。よいしょ。これで完成です。はい、今回は3センチほどの水晶を巻きましたが、ワイヤーの太さを変えることで、さまざまな大きさの水晶に対応できるラッピング方法になります。例えば、だいたいこれ 6.5 センチほどの水晶なんですけど、これだったらだいたい 0.8 ミリぐらいのワイヤーで巻いてあげるといいと思います。で今回使った 0.56 ミリのワイヤーですと、だいたい水晶 1.5 センチ以上ですね、だいたいあとは4センチぐらいですかね、の水晶ポイントに巻くのに、対応できるワイヤーの太さになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら、いいねボタン、チャンネル登録の方お願いいたします。